はい、こんにちは。今回品詞の判断でやっていきます。まずいきなりですが、皆さんは一つの単語で一つの品詞だと決めつけていませんか？要はある単語があったら、こいつはね、名詞、動詞、形容詞、副詞、実はいろんな品詞になれる可能性を持ってるんですよ。だから文を読むときには、実際一つの単語でどの品詞で使ってるか、これ毎回判断していくって力を鍛えないとダメなんですね。はい、今回はその品詞の判断を試す問題を前に書きましたから、実際まず和訳をしてみてください。どうぞ。では解説しますね。まずは Any School、 どんな学校でもっていう一つの、これで主語ですね。じゃあ直後に来たサプライニング、この文構造は何ですか？結構初学者だったら S が来たらすぐに V が来ると思って構造を取るんですけど、これは違いますね。なぜかというと、サプライという単語は単語帳で動詞で確かに載っています。ですが今回は ING がついているので、実はもともと動詞であっても ING がついちゃうと、これ動詞じゃなくなるんですよ。はい、じゃあね、こいつどういう品詞でしょうか？じゃあね、考え方いきます。品詞の考え方、判断の仕方は周りの品詞と組み合わせで決めます。要は英語って品詞の並び方には決まりがある程度あるから、今回スクールっていう名詞があったので、この後ろに来たサプライは形容詞としてどんな学校かを説明するものだと筋が通りますね。はい、じゃあもう一つ質問いきましょう。このサプライングは確かに形容詞ですが、この単語一つで形容詞なのか、それとも後ろに来る語句とセットになって形容詞の塊を作るか、これどっちですか？ではね、見ていきましょう。これもともとサプライという単語は、はい、もともとは他動詞なんで、必ずこの他動詞の原則に従って目的語取りますね。そしてここ with という前置詞は修飾を作って、これサプライとセットで使います。実際サプライ人 with もの、これで人にものを与えるっていう熟語を作りますから、これはしっかり覚えましょう。ですからここまで、学生にあるものを与えるどんな学校でもっていう、結局形容詞の塊だったんですね。はい、じゃあ次の質問いきましょう。ここに with という前置詞が来て、今から学生に何を与えるかっていう、まあ、目的を送るんですけど、それどれでしょう？要は言い換えると前置詞の後ろに来た名詞はどれですか？ではね、判断していくと、必ず文構造を見るときは与えられた順番通りに見ていくと分かりやすいです。あという漢詞が来て、まあどっかに名詞来ますね。そしてニュートリシャスっていうのは形容詞で、直後にブレックファストっていう名詞が来たから、前置詞の直後に来た名詞ということで、実はここまでが一つの塊なんですよ。だからこれパッと見たときにどこまでが塊かって判断しづらいんですけど、それをどうしてやったのかを教えます。まず一つはこれあっていう漢詞なんで、後ろには絶対に単数名詞を伴いますね。だからブレックファスト、このフュールズって確かに単語帳で燃料って使うけど、これ複数形になってしまうからおかしいでしょ。はい、これは1点目。あと、もう一つは、そもそも英語読み慣れてきたら主語を始め見たらどこかにはいずれ動詞が来るだろうと考えて読んでいく。だからこのフュールズっていう単語は、言うたら単数形の主語に対して動詞として使ってるんじゃないかって判断ができるんですね。はい、でまあこういった形の面で、要は単数複数とか SV とかっていうのはしっかりと守っていくべきなんですが、あと実践的な点でね、もしこれを栄養ある朝食燃料ってくっつけてしまったら訳がおかしいでしょ。実はね、文構造を取り進めていくというのは、こういった品詞文型といった形だけじゃなくて、訳がつながるかつながらないかってこともしっかり考慮していく。文構造って形だけじゃなくて訳が大事なんですよ。内容を考えていかないと構造は取り進められません。もし皆さんが構造の理解が全部できても話がわからなかったら、実は取れていないんですよね。わかりますか？はい、
ですから今回は結果このフィュールズを動詞だと見抜けたかどうか、これが大事でした。ちなみにこのフィュールは名詞では燃料ですけど、動詞だったら、栄養とか燃料を与えるとか、まあ意訳すると助長するとか駆り立てるとか、そういう意味で使います。では続きの構造、 their capacity で to excel、 これは capacity につながる形容詞なんですね。これで一つの第三文型の文章でした。では今回の文章の和訳を言っていきましょう。学生に栄養ある朝食を与える、どんな学校でも彼らの優秀になる能力、これを、高めるという感じで意訳しておきましょう。まあ、能力に栄養を与える、燃料を与えるってことは、その能力を高めるというふうに意訳しました。という感じで、今回皆さんね、学んでほしかったのは、こうやって文章を読んでいくときには、文構造にはね、形もそうだけど、和訳も大事だと。訳していきながら、しっかりと構造の判断していくということを、しっかり今後取り入れてみてください。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。